お伺いして。結構大きなお買い物ですよね。そうですね。でも安かったらもっと悩まずに買ってたかもしれないので、うん、私的にはそれぐらいちゃんとしっかり考えてお迎えしなきゃいけない生き物なんだとは思ってます。私もやっぱりそういう熱意がないと譲らないです。やっぱりもうこれ私の人生だから、この子たちは。はい、今まで小動物もいろいろ飼ってきて、もちろんそれぞれで違いもあって大変もありましたけど、これから試行錯誤して頑張りたいと思います。おいでー、シプーリア。おいで。このように女性に譲られた2匹のフェネックたちなんですが、最新の様子ちょっと送ってもらいました。はい、写真送っていただきました。